ワンオンワンというような機会で、今困っていることはどうなんだとか、今後どうしていきたいんだっていうところを、まあ、丁寧にサポートしてもらえる環境がありながら、バッターボックスに立つことが大事なんだと。まあ、確かに成長はね、機械喪失重要ですし、とはいえ機械喪失の中にもそのサポートの土壌があるっていうのはやっぱ大きいですよね。現職の今の職務についてちょっと簡単にじゃあ伺ってもいいですか。はい、はい、今3つほど業務をやっておりまして、まあ、1つ目はまさにカスタマーサクセスで、オンボーディングを支援するっていうところですね、ここはまあ中小規模のお客様で契約いただいたお客様に対して、当初の目的に対してこう立ち上げまでつなげていく、ここまでのオンボーディングをやっていくというような仕事が1つあります。これをやっていく中で自分にとってもプロダクトの理解が深まりますし、実際現場でどんなことが求められているんだっていうのをこう身をもって体験できるというような、そちらの仕事が一つ目です。二つ目はスキルマネジメントコンサルティングというところをやっておりまして、ここはなかなか他のSaaSさんの中でも珍しい部分だと思うんですけれども、先ほどお話ししたスキルノートでは、スキルマネジメントという業界というかこの分野において業界をリードするような立場でありますので、どうやっていっていいかっていうのを、こう私たちが考える側ですし、どうやっていっていいかわからない企業様が多いという中で、今のスキル体系の見直しっていうのもこれ必須になってくるんですね。スキルの定義であったり段階をどうするかというのを、お客様にこうヒアリングをしながら私たちが整理して、その後システムの稼働までつなげていくという、こういったサービスございまして、ここを私やっております。なるほど。で3つ目は、特に大きなエンタープライズ企業様に対して、まあ、全社稼働に向けて、まあ、リードをしていくというような仕事でございます。やっぱり一部から入ることの方が多いんですか。おっしゃる通りですね、やっぱりまず一部門のところで価値を認識いただいて、これは使えるなというところを十分に理解していただいた上で、じゃあ広げていこうよという形が多いですね。なるほど。スキルって結構こう抽象的な少し概念ですけど、やっぱ製造業での中でいくと、こう多業界に比べるとやっぱスキルの概念がすごく複雑なんですかね。やっぱね、おっしゃる通り、資格だったりとかですかね。おっしゃる通りですね、本当に細かい業務をこなしていくためには求められていくスキルというのは、多分業界に入っていない方では想像もつかないぐらいすごく細かいところまで管理をされていて、あ、なるほど、はい、それに対して社内で資格を作っていたり、社外的な対外的な資格を持っていたりっていうところはありますが、本当にきめ細かい管理が求められます。今すごくこう職務の中でやりがいに感じてらっしゃることですか。はい、あれば伺いたいんですけど、まあ、さっき3点挙げていただいてたんですけど、はい、どこがやっぱり一番今やりがいに感じてらっしゃるんですか。はい、ありがとうございます。チャレンジングな形で、ちょっと今までやれてないところを動いていくっていうところが、まあ一つやりがいになっていて、特にそのスキルマネジメントコンサルと先ほどお伝えしたところ、まあ、こちらまだ始めて少しな部分ではあるんですが、まあ、これまで私は導入のコンサルティングっていうところで最後どう稼働させるかみたいなところは考えてきたものの、大元のところですよね、人材教育においてスキル管理とはどうするか、そのスキルの定義はどうするかっていうところって、本当によりコンサルらしい仕事といいますか、そちらを求められるというところがあるので、まあこれは本当にチャレンジングに挑戦させていただいているっていうところが成長にもつながりますし、やりがいにも感じたりします。なるほど。かなり成長感は感じてらっしゃいますか。はい、感じてますね。まあ、一つがこの携わっている業務内容と、もう一つはカルチャーっていうところだと思ってます。業務内容については先ほどまでお話した通りではあるんですが、製造業と一括りで言っても、その中には本当プラント業界であったりとか、電子部品であるとか、さまざま幅広いお客様に見えるんですね。そのお客様の中でこの人材育成というのは、特に会社の企業理念であったりとか、そのあたりから落とし込まれて、どうしていくんだって未来を考えるような場所でございますので、その業界のハイレイヤーの方々、そういった方と議論をしながらスキルをどうしていくかっていうことが求められます。製造業と言いながらも毎回学習が求められますし、同じレベルになんとか食らいついて対等に会話できるっていうところ、常に求められるところは
成長環境につながっているなというのが一つあります。もう一つは、まあ、カルチャー部分なんですけれども、まあ、今回このインタビューを受けるというところで、少し自分で振り返ってみると、実は今当たり前のように感じていたのですが、会社として今後絶対に取っていきたいような案件とか、重要だと思われている案件をこの入って数ヶ月の私にメインで任せられているっていうような状態があります。スキルノートではみんなこのような形でアサインされるのですが、まあ、ただしこれはいきなりそれができるかっていうとやっぱりなんか難しいところもありまして、そこに対してはきちんとしたサポートがあり、週1もしくは週2で、ワンオンワンというような機会で、今困っていることはどうなんだとか、今後どうしていきたいんだっていうところを、まあ、丁寧にサポートしてもらえる環境がありながら、バッターボックスに立つことが大事なんだと、何回バッターボックスに立つかが一番大事なんだと言われている通り、やばくなったらサポートするから、どんどんチャレンジしてこいみたいな背中を後押していただける環境、これがあるのはこれスキルノートの強みだなと思ってます。確かに成長はね、機械喪失重要ですし、まあとはいえ機械喪失の中にもそのサポートの土壌があるっていうのは大きいですよね。はい、チャレンジングに貢献、挑戦してきたっていうのは皆さん入ってきた先輩方も同じ経験をしているので、そういう意味ではもうやっていったらできるからっていう部分であったり、ここは事前に知っといた方がいいよみたいなところも分かりやすく先輩として丁寧にアドバイスしてもらえるっていうところが、まあ、背中を預けながら挑戦できるいい環境だなとすごく思っています。なるほど。今後のキャリアとか、なんかイメージされてるものってありますか？はい、ありますね。ここから半年1年のところでは、そのスキルマネジメントコンサルとエンタープライズ向けの企業様立ち上げっていうところを、まだ入って数ヶ月ですけど、抜擢いただいておりまして、まあ、そこを、まあ、本当食らいつきながらまずは実行していく、完遂していくっていうところですね。その後は名古屋拠点、今まだ私2人目なんですけれども、カスタマーサクセスとしては1人目でして、ここを、まあ、ある意味事業開発的に、製造業としては名古屋というのは重要な拠点ですので、そこを広げていく、そこの立ち上げメンバーとして事業拡大に貢献していくっていうところも考えています。なるほど。確かにその製造業の今野瀬さんがおっしゃったこう複雑なスキルで、こう複雑なこう一つ一つのこう細分化された粒のようで、多分ツリーっぽくなったりとか体系化されてるんですよね、きっとね。そこの構造がより理解できて、なんかもうさらにねシステムに落とし込まれていったりとか、自身のコンサルティングに体系だって組み込まれていければより強いですよね。そうですね、それとただ一つそのスタンスとして私たちが大事にしているのは、そのコンサルティングをやってる意味みたいな、意義みたいなところなんですが、そのコンサルをやって儲けようとしているわけでは実はなくて、通常のコンサルティング業界でやるような単価よりは少し抑えめでありますが、将来的にそのスキルノートというプロダクトを使っていただく、ここをまあゴールにしておりまして、現行業務をヒアリングして整理をお手伝いするから、その後スキルノートを使って今後の価値感じていただくというような形ですので、なんか全ての製造業がね当たり前に使える未来になったらいいですよね。おっしゃる通りですね。その業界のリーディングカンパニーというところがまず一つあるところが強みで、実は私たちの社員の中で製造業のスキル管理とはどうあるべきかっていうところも実はこんこんと議論しておりまして、そのあるべき論っていうところと、あとはカスタマーサクセスが中心になってお客様とこう触れ合う中で上がってきた現場の声、リアルな声と、あとアカデミックなこうあるべきっていうところをこう掛け合わせて、かなり高頻度なんですけど、2ヶ月に今だと1回、2ヶ月に1回システムをバージョンアップしている。すごいですね。ここが、私が求めていた業界目線で課題解決っていうところにダイレクトにつながっている。お客様が求めることが全てでもないし、こうあるべきだっていうところに対して進んでいっているが、現場感、手触り感っていうところも大事にしているっていうところがすごく強みですし、面白いなと思ってます。なるほど。まあ、僕ら我々こう消費者からするとやっぱどうしても製造業って最終成果物にやっぱり目がいくので、
ね、そこの製品の、まあ、デザインとか品質もそうですけど、はい、やっぱりそこの技術力とかね、はい、いきますけど、そのこう技術を担ってるこう担い手の方々のスキルマネジメントってやっぱすごく産業の活性化においては重要ですね。やっぱりその通りですね、うん、やっぱり人手不足が激しい状態でもありますし、まあ、これまでからのこの業界の移り変わりっていうのもすごいスピードで変わってきているので、はい、新しい分野に対して会社として挑戦していくときに、うん、一から効率的に人材を育成していくっていうような仕組みがあるっていうのが、まずこれも一つの資産に今後なってくると思うんですね、うんうんうん、それをお手伝いできるのがスキルノートでもあると思うので、はい、そこはすごく価値を感じてます。なるほど、ありがとうございます。最後あれですね、今もちょっと SaaS 業界全体で言えば、まあ非常に今成長を続けてますけれども、はい、まあ、今まさにこれから飛び込もうとされている方はたくさんいらっしゃるんですけど、はい、なんかメッセージがあればありがとうございます。そうですね、はい、入ってきて本当入ってよかったなとすごく思います、挑戦してよかったなっていうのは強く思います、うんうん、まあ、本当に SaaS 業界というのはおそらく他の業界と比べて、はい、やっている業務であったり求められることっていうのはどんどん変わっていくスピードは速いと思うんですよね。あ、そうですね、はい、そういう意味では SaaS 業界はそのスピード感を持って働けるとかいう魅力もありながら、うん、あの経営層の方とか、うん、推進していく方のビジョンであったり将来目標っていうところに、うん、じゃあそれならやっていこうよっていうのは熱い思いを持って入っていくっていうところであったりとか、うんうん、あとは文化ですよね。あ、このカルチャーっていう部分で成長できる企業とそうでない企業って、まあ、さまざまいると思うので、うんうん、自分が求めているような情熱を持っていいと思ったところに飛び込んでみるみたいなところがいいんじゃないかなと思ったりします。はい、ありがとうございます。